生きてる時点でさ、ヤバいやつだってわかんないから。お<ー>よろしく田沼さん。三、二、1さ、来ました。俺レベルね。あの置いてかれちゃったあとよ、こいつらにさ、いや悪い奴らだったね。うん。 はあ、うわ村の顔とうとう表したなええ怖怖人怖<こわ> <laughs> う信頼してる人としか組みたくないわこんなんパーティー。 ああ意外とちゃんと見てるんだねいろいろうんうん装備目当てすごうわ調べるいやどの面下げていくんだよ いやあ、そこ勝たないとね。勝って出てこいつらにお説教だよ。うん。うん。うん。まあ、普通に考えればね。うん。もうそれくらいあるんじゃないねえ。 こんだけ変わったんだしさ様変わりしたんだしうんうんえー、じゃ厳しいのかこれかなりうん気持ち悪い <laughs> もうあの目 うん。いや、やれるよ。しかも、あの、一番最初のこと考えたらね、絶望するほどでもないでしょう。おい切った切ったんじゃないいや、むしろこれで終わっちゃったらどうするま、それはないか。かっこいい。 かっこいいじゃん <laughs>。えー、てか本当にあいつら最低なんだけど。もう雲を倒すのは当然として、もうあの置いてった奴らもね、ちゃんと厳しい罰を与えてほしいんだけどな。できればこの本人の手によって、けどなんかさっきも、一旦外出てたっぽいよね。外でけどやるのはね、それこそ目立っちゃうから、 もう一回戻ってくるだろうとき狙ってね。ける人は殺さないかな。いや、どうなんだろう、これ。そこら辺どうなっていくのかね。とりあえずこういうダンジョンの中とかに出てくるやつだけを倒してればいいっていうわけじゃないのは分かったけどね。もう人も恐ろしい、クズがいるっていうさ。いや、あの。 お坊ちゃまをなんか守りながら倒さなきゃいけないっていうのもまた大変そうだよね。ただでさえ格相手にさ。まあけど、乗り越えるでしょ。<laughs> 乗り越えないとお話ね、終わっちゃうからね。今のあれ、何なんだろう赤いやつ。なんかライバル的な感じなのかな人間型で結構強そうじゃないなんか目みたいなのね、手に出てない さあんなんだろうああこの人か。うん。なんかあったのか。うん。うん。 一あっマジかここでやんのえ見たいこのおじいちゃん戦うとこ見たいなうんあっが,がうんいいねあーそしてこっちあキつっキンツとあ切れてないうーん 関節とかあれか目とか。うん、狙う場所考えないとなんじゃないまあ、けど、スピードは圧倒してるね。うん。そうよ、もう。そんなレベルじゃないよね。うん。不正登録者うん。え へえ、うん。いや、けど今、戦ってくれてるわけで。へえ。<laughs> いや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 、あなたが狙われてんならあれだけど、応援してあげてよ。命がけで戦ってるんだから。あ、はあ。えぇ 疲労度ウザー <laughs> ああーああああ目ねうわ、なにえぇさん目に血こえらせないためうんうわまた上がってるよ これいくらレベル上がってもあれだね。その疲労度ってのが、すごい稼いになるなぁ。おうおうおうそんなの早っほほや全逸かなおおおお、いった。あ、えなぜ当てない <laughs> 避けられたのか <laughs>。おうおう。おう、いってるいってる。ラッシュラッシュ。 うん、ああいやお前もなんかできることないんかそんなさ冷静に見てないであっいけ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 うんああえええええうわもうわやばああいつか 助けてくれんじゃないないんか結構ないい盾持ってたよね。んん何ねえもう一瞬でほんと読めないって。なんて書いてあったの今あいない。んまたなんかスキル使ったのかな動けてんじゃん。え何やったのおおさっさと。 これでどうよ。いや、もう読めない。もういいや。<laughs> なんとなく雰囲気ね。<laughs> いや、マジで読めないんだけど、早くて。えあ、デバフって書いてあんな。<laughs> いや、それしか分かんなかった。お <laughs> 倒した。<laughs> おお、レベル、ん ?4 つくらい上がった今。うん。 よかった。あー、さっきのかなうん。なんかやったんだよ。なあもうそれがわかんない。ねえ日本の視聴者の声届け。<laughs> 字幕途中からでもいいからつけて。おお、どれくらいで売れるのかね。さ <laughs> う。え なんだよこいつ急にビビっちゃったのか <laughs> いやてかまだあれが残ってんねあいつら他のパーティーをここに連れてきた <laughs>、うん、あ来たないやここで生きてる時点でさヤバいや さあ、トレーニングルーム。おお、やってる。おお、いいね。うん。え、終わり。<laughs> もう終わりなの。もっと見たい。いやいや、畳ダメになっちゃうなら、外でやりな。 前もなんかこんなあったよねなんで中でやるんだよ、はあ、ああランクは上がらない鍛えてもね普通はうんうん人の いや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 、あなたたち、もう油断しすぎでしょ。もうこの時点でいろいろ疑問に持てよ。こういうことすんならもっと慎重に動くべきだと思うわ。ああ。おうすげえ。うん。まあ、相当あれか。 大きな会社えやばいねこいつら。いやけどこれうんここで共犯っていうかグルになっちゃったらこれ外出ても脅されそうじゃないお金とかたかられそう 最低いやどうするかなやらないと俺は思うけどねこの男なんか変な疑い持ってたけど元は悪いやつじゃなさそうだしいやこっち向かないかなできませんみたいなおお <laughs> いいよいいよ <laughs> いや、言うか。うん。弱いの。このボンボンわあ。怖いやこれ、だから人ね、殺さなきゃいけなくなるかもね。えなんかあんの緊急クエストえここでさらに何か あいつが攻撃したえなんかあったのかなえ、ノロに受けてんじゃん。え、どういうことねやっぱ読めないの辛いって。<laughs> 何え何どうしてちょっとここで何なのうん。急にこんな、うん。 可愛い,い女性陣出てきたけどほうすごかったもう永久モンスターあ、<laughs> いいねいいアングルというか うん。うん。うん。ああ、もうみんなそういうあれか、ポジション争いじゃないけど。よかった。うん。勝ち組みたいな感じなのかな。一流企業に入るみたいな。 もうまさにあれじゃん。今の。ああ今のね、戻ってきたね。<laughs> そのためのあれだったんだ、今の。ああで、こいつらがやっぱ攻撃したのか。まあ、死んじゃいないだろうけどね。んうん。えー、何 なんて書いてあるいや怖いんだけどなんかぶち切れちゃう感じぶっ壊れちゃうんもうキルザプレイヤー教養いキンキークエストってことであれか 目の前にいるあいつら殺せっていう指示が出たってことかいやけどそういうシステムが必要としているっていう理由で殺すのまあけどねやらないとねこいつらこのままのさばらせてたら他の犠牲者出そうだしね、まあ、できることなら何なか国とかに差し出したいけど 人を殺さず。元のだってね、性格とか考えたら人なんて殺したらさ、なんかぶっ壊れそうじゃない,いそんな軽口叩かない方がいいよ。<laughs> 待って、なんか出てきたけど。あ、見えてないのかなこれ。え演出 <laughs> いやこんな迫力で言われたらさ <laughs> 全然分かってないシュパーンとか腕とか落とさないからねああやられるやられるああ <laughs> 絶対やられるこの人 <laughs> ほらそんな簡単にもうここらへん切っちゃったんじゃない <laughs> えー、<laughs> 首落ちたの ああ。だから全員やらなきゃいけないのか。そういう考えでいるから。いやけどね、そうなっちゃうんだろうね。うん、ほらほら。まあ、これ終わった後なんかきつそうだね。 そうなんだけどねそうなんだけどねいや俺も異世界アニメとかで異世界とか憧れるけどこうやって人とかと戦わなきゃいけないとかになるともうそれで無理かなって思っちゃうわうーわおお、無事かと思ったらあれかけんの もう終わりだよ。うわぁえ、あーもうあと一人だ。もうあいつだけだ。うん、いや、よくわかるね、こいつも。うん、倒したでしょ。 いやいやいや、何したところでどうせやられる、もうフラグしか立ってないよ。うん。て、なんか途中でね、なんか回復したよね。あんな動けて。なんかあったんじゃないかな。こいつはもうやられるよ。おおほなえって え死んだあはははいったねああ。すごいね。これで無事なんて。さっきのあの、強化だっけえ、今さらいや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 。 もう、これはもうやっちゃうでしょう。う。うん。まあ、ごもっともだね。いやいやいや、どの口が言うの <laughs> ねえ。あ,あそうだ。弟。 あなんかそんなのあったね。え、これ殺しちゃったことによってなんか因縁というか目つけられたりとかするのかなその弟。うん。で、これでもうじゃあ、あの遺体とか出てこなくなるってことなのか。 うん、そこら辺問いただ,だされてんだあこれで結構あれかな納得してもらえるかなあルフル,フルなんだすごくない半減にするってこと相手あほら ほらそういうことになっちゃうんだね。いや、こんな明るい感じで人が死んでんのに。相変わらず態度は変わらないね。大丈夫か いやむしろなんか心晴れ晴れみたいな感じに見えるんだけどこれはまたムキムキなん終わりえ誰今のなんか次はあいつがなんか出てくる感じなのかいこの主人公の前に ああれかなさっきの,あの C 級が最後に言ってた弟になるのかなもしかしたら。いやけどダンジョンの中でおああけどそっか一緒に潜ってて死んだってなったらなんで死んだか聞きに来てとかで違和感みたいなの持ってで怪しまれて。 戦うこととかになっちゃうのかないやー。もうほんと人を殺すとこういうことが始まるからね。やだわー。まあ、やらなきゃいけない状況だったし、あんなクズたちはね、まあ、生かしておいたら後々ね、またこういう風に犠牲になる人たちが出るから、そうした方がいいとは思うんだけど、 急に人をしかも6人殺せってさでそれであんな綺麗ななんか夕日みたいなの映ってどういうこと心はどうなってんのかな彼の結構闇落ちじゃないけどねなんか不覚精神的に今回のことが影響してって人格が変わってっちゃうのかもうすでに人格の方は変わってますけどね はいというわけでね今回のエ通ソ対する皆さんの感想だったり僕の練習に対、ね、するコメントをお待ちしておりますまた動の高評価チャンネル登録まだなかったらね是非チャンネル登録していただいて引き続き楽しんでいってください以上動画ごとつごとお送りしました